注目のゲームがここみずほペイペイドーム福岡で始まろうとしています。解説は工藤公康さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、相手がエースということで、これなかなか点を取るのが難しそうですね。そんなに大量点は望めないと思いますので、序盤からどんな攻撃をしてくるのかちょっと注目したいですね。はい、対エースの攻撃、どんな風に仕掛けていくんでしょうか。さあ、マウンド上はホークスの先発、今季初登板のカーター・スチュワート・ジュニアです。昨シーズンは14試合に登板して3勝6敗、防御率 3.38 という成績でした。さあ、プロ6年目のスチュワート・ジュニア、ベイスターズのエース東との投げ合いを制することができるでしょうか。注目です。大きな変化球から入ってきました。追い込んでいます。変化球で空振りを取ります。まず一つアウトを取りました。打順は2番ファーストのオースティンです。昨シーズンは22試合に出場して47打数13安打という成績でした。ここはベイスターズ打線の起点を作っていくことはできるのでしょうか。先頭バッターインサイド、レフトへ打球伸びる、ここは打ち上げています。レフトが取りました。ツーアウトです。バッターは DH 佐野。2アウトになっています。工藤さん、先発立ち上がりの印象としてはどうでしょう。甘い球に見えましたが空振り。今のはね、仕留めたかったと思いますよ。ちょっと狙い球が外れたのかな。そうですね。打ちました。ライトに強い打球、ライト下がっていく、下がっていく、ボールはそのままフェンスに直撃、二塁へ送球。バッターランナーは二塁まで進みました。ツーアウトランナー二塁。そしてバッターボックスには牧が入っています。まあね、こういう厄介なバッターっていうのはね、大事なのは1打席目を抑えること、これが大事です。さあ、得点圏には先制のランナー、引っ張った、サード取った、一塁へ、一塁アウト、スリーアウトです。先制のチャンスがあったベイスターズですが、そのチャンスを生かせませんでした。守ります横浜 DeNA ホークスのスターティングラインナップです。1番センター周東、2番ショート今宮、3番サードには栗原、4番ファースト山川、5番指名打者には近藤、6番ライト柳町、7番レフト正木、8番キャッチャー甲斐、そして9番セカンドは牧原です。ベイスターズマウンドに上がるのは先発の東。どんなピッチングをしてくれるんでしょうか。打席に入ります。工藤さん、やはりエース相手となるとどういった戦い方になりますでしょうか。やっぱりね、先頭バッターが出塁するっていうのがやっぱり大事なんですよね。まあ一人出ることでね、攻撃のパターンっていうのもベンチはいろいろ考えることができますからね。なるほど。さあ、立ち上がりを捉えていくことはできるのか。打ちました。ピッチャーゴロ。森、一塁送球、先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー一塁です。ホークス打順は2番ショートの今宮を迎えます。一塁に昨シーズン36個の盗塁を記録している周東右京を置いてのこの場面、先制のランナーがここは動いてくるんでしょうか。ここは中途半端なバッティングでゲッツーなんてことにならないようにしたいですよね。なるほど。さあ、バッターは何を待っているか。ここはゴロを打たせるようなボールをしっかり見極めたいですね。なるほど、そうですね。ファーストランナー空振り三振、ナイスセーフ、盗塁成功。
そして打席には栗原が入ります。さあアウトカウントが一つ増えましたが、得点圏には先制のランナーを置いています。やっぱり先制点が取れるっていうのは大きいんでね、まあなんとかしたい場面ですね。うん、なるほど、そうですよね。バッターの栗原対左の相性はどうなんでしょう。いや彼はね、左ピッチャーはねちょっと苦労してますね。もう少しねボールを引きつけるようになると良くなると思うんですけどね。うん、そうですか。振りません、ストライク。さあバッター追い込まれています。見逃し三振、ランナー釘付け。低めのいいところでしたからね、あそこはなかなか手が出ませんよ。見送ってまずはストライクです。ナイスボール、抑えの効いたね、いいまっすぐが決まりましたね。はい、低めのストレート、ストライク。インコース詰まりました。ここはフライになっています。セカンドが構えます。取ってスリーアウトです。これが先ほどのプレーになります。先制のチャンスがあったソフト。さあ赤星さん、初回はランナーを出しましたが切り抜けて、ここから流れに乗っていけるかというところですが。そうですね、この回は3人で打ち取ってペースをつかみたいですよね。なるほど。低めはボール。これもアウトコース厳しいところですがボール先行です。低め見送っています。いきなりトップバッターを歩かせました。ノーアウトから先制の。初球ボール、ボールが先行します。インサイド落ちました。これはどうか、セカンドの右抜ける。ホークスピンチになりました。ノーアウトランナー二塁一塁。そしてバッターボックスには山本が入っています。さあ先制を防げるかという場面。バッターボックスには代打の戸柱、ランナー二塁一塁、しかもノーアウトです。見送ってまずはストライクです。高めのボール、ライトに大きな打球、これはどうか、ライト深いところ破っていきました。ホークスさらにピンチになりました。ノーアウト満塁です。打順は8番渡来。ホークス連打でランナーを増やしています。工藤さん、ノーアウト満塁、重要な局面を迎えましたね。大きなピンチになってしまったんでね、一本出たら大量失点、これもあるんでね、なんとか踏ん張って流れを断ち切りたいですね。いい角度で上がった、大きな打球だ、入れば先制、入った、ホームラン、渡来先制グランドスラム。ホークス痛い一発を浴びています。暴投を続けていた先発スチュアートジュニア、渡来に打たれました。しっかり引っ張られるとファンの悲鳴の中フェンスを越えてしまいました。この4点でとどめて味方打線の反撃を待ちたい。ご覧いただきましょう。警戒はしていたのですが、ここで打たれました。いやこれは痛い一発を浴びてしまいましたね。ホームランが飛び出して先制点を奪われています。バッターボックスには9番ショート森が入ります。昨シーズンは9試合に出場し12打数2安打1打点、打率は1割6分7厘という成績でした。ホークスこの回先制点を与えています。打ちました、高く上がった、さあどうだ、右中間破っていきました。バッターランナーは二塁到達、これで4連打、ノーアウトランナー二塁です。さあホークス得点圏にランナーを背負った場面です。まだ序盤とはいえこれ以上の失点、これは防がないといけないですね。そうですよね。さあそのマウンド上のスチュワート、インサイド落ちました、フェアかファールか、入れました、ファールボール、空振り、ここはバントを阻止しました。ワンアウトランナー二塁と変わります。引っ張った、栗原一塁
塁送球アウト2アウト。こういった形で攻撃の流れを切っていきたいですよね。さあこの場面3番の佐野がバッターボックスです。引っ張った取った一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回ベイスターズ これから2回の裏に入ります。追いかけるホークスの攻撃、バッターボックスには指名打者の近藤。ホークスビハインドで迎える2回の攻撃です。大きく先制されてしまいましたけども、この回数打ちました。これはどうだ、アウト、ワンアウト。バッターボックスは6番の柳町。まずは先頭の近藤を打ち取っています。打ちました、取った、一塁送球します。ツーアウトになりました。バッターは7番に入っている正木。ツーアウトランナーありません。この回のホークス打線ですが、たった3球でツーアウトになっています。ちょっと相手を楽にさせている印象がありますよね。はい、そうですよね。今度は見送りました。打ちました、ショートが取る、一塁アウトで3アウトチェンジです。反撃したい方、赤星さん、まっすぐの走りなど含めて今日の先発の出来どのように見てらっしゃいますか。調子は悪くなさそうなんですけどね、相手打線が好調なんで抑えきれない感じですね。なるほど。痛烈、これはどうか、センターに抜ける、先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。さあ一塁に追加点のランナーを許しています。バッターは宮崎。工藤さん、打ちました、セカンド取った、セカンド送球、二塁アウト、一塁転送アウト、ダブルプレー。バッターは6番の筒香。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ベースアウトコース打ちました、取った、一塁アウト、スリーアウトです。ベイスターズ3回の裏に入ります。追いかけるホークスの攻撃、バッターボックスには8番キャッチャー甲斐が入ります。昨シーズンは139試合に出場し366打数74安打4バッター、三遊間抜ける、先頭バッター出ました、ホークスノーアウトランナー一塁です。バッターは9番に入っている牧原。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球空振りです。これで追い込まれます。打ちました、この打球はフライになっています。センター掴んでワンアウト。打順は1番ショートへの内野安打を放った周東がバッターボックスです。ワンアウトになっています。さあこれで追い込まれました。打ちました、ショート取った、二塁送球、セカンドホースアウト。さあファーストにランナーを置いた場面でバッターボックスには2番今宮を迎えます。一塁ランナーの周東ですが、昨シーズンは36個の盗塁を記録しています。ホークス、ここは機動力を生かした攻撃に打って出る。打ちました、森、一塁を送ります。一塁アウトで3アウトチェンジです。ランナー出ましたが、回は4回の表ベイスターズの攻撃、小柱がバッターボックスに入ります。先ほどは綺麗に弾き返されましたからね。初球打ち、大きな打球になった、この当たりはどうか、追いかけますが頭を越えました、二塁へ送球する、バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁です。そして打席には渡来が入ります。さあ追加点は許したくないところ、まず際どいコースから入りました、高めの釣り球、手を出してしまいました。ここはあっという間に追い込んでいます。空振り、ここはランナーを変えさせ、伸びていく、どうだ、どうだ、セカンドランナー三塁を回った、
セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。打順はトップに帰って梶原。こういうピンチを切り抜けていって反撃を呼び込みたい。はい、さあここは送ります。スチュアートジュニア、アウト、ツーアウト、送りバント成功、ツーアウトランナー三塁。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。反対方向にも長打が打てるバッターなんでね、内でも外でも厳しいボールで引っ張った。高い打球レフトへ、ここは打ち上げています。最後はレフトフライ、掴んで3アウトです。赤星さん、相手エースの立ち上がり、味方打線が0点に抑えられてますね。そうですね、まあここからじゃないですかね。とにかくチャンスを作ってまずは得点したいですね。そうですね、エースを打ち崩すことが。高め打ちました、これはどうだ、破りました、センター前。先頭バッター出ました、ホークス、ノーアウトランナー1塁です。先ほどの打席はセカンドフライ、4番の山川です。ヒットでランナーを1塁に置いています。緩いボールを持ってきました。うん、キレがありますね。はい、変化球が決まっています。ワンボールツーストライクと追い打ちました、取った、二塁を送ります。二塁アウト、一塁送球アウト、ダブルプレー。5番バッター近藤、先ほどねカーブにタイミングが合ってなかったんですよね。はい、今度はその球種を狙っていくのもありですよ。なるほど、次はしっかり打ち返していきたいですね。これは見極めます。追い込まれています。インローボール、打ちました、打球はセンターへ、ここはフライになっています。最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。ホークス、工藤さん、ここからピッチングを立て直すというようなことは可能なんでしょうか。いやー、ちょっと厳しいと思うんでね、もう変えることも考えた方がいいと思います。はい、この辺りでベンチは動いてくるんでしょうか。引っ張った、取りました、アウト、ワンアウトです。打順は4番、センターへのヒットを放った牧がバッターボックスです。先頭バッターの佐野を抑えてワンアウトになっています。工藤さん、先発として一つの区切りとなる5回を迎えているわけですが、ここまではいかがでしょうか。失点が多いですしね、ちょっとね本来の調子じゃない。インサイド打ち上げました、弾き返した打球はレフトへ、正木が掴んで2アウト。先ほどは内野ゴロゲッツーでした。バッター宮崎、いいところを見せたい。2アウトになって高め打ちました、右中間に大きな打球、これはどうか、打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達、宮崎、これが今日の初ヒット。2アウトランナー二塁、打席には6番バッターの筒香。こういうピンチを切り抜けていって反撃を呼び込みたい。はい、さあここはしっかり守りたい。インサイド落ちました、この打球は落ちるか、どうだ、柳町が抑えて3アウトチェンジです。ランナー出ます、これから5回の裏、追いかけるホークスの攻撃。打順は6番柳町、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ホークス、点差が離された5回の攻撃です。赤星さん、なんとか攻略の糸口をね。打ちました、ボテボテ、セカンドが前に来る、アウト、ワンアウト。先ほどの打席ショートゴロの7番正木、まずはワンアウトを取っています。2球目打ちました、抜けました、ランナー出塁しました。ワンアウト、ランナー1塁となりました。バッターの回、先ほどはレフトへのヒットで出塁しています。ヒットでランナーを1塁に置いています。これで追い込まれました。振っていきましたが三振、ツーアウトになっています。先ほどの打席はセンターフライ、9番の牧原です。ツーアウトランナー1塁です。球数もそれほど多くありません。2球目打ちました、三塁線落ちてフェア、ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう、三塁へ送球、バッターランナーは二塁まで進みました。チャンスを広げていきます。ツーアウトランナー三塁二塁、打順は1番に帰ります、バッター周東。
このチャンスをものにして勢いをつければまだまだ分かりませんよね。さあどんどん点を返していきたいところ。赤星さん、周東の対左の相性はどうでしょう。そうですね、特に左引っ張った、これはどうか、マッキー一塁へ、アウト、際どいタイミングでしたが3アウトチェンジです。先ほどのシーンリプレイでご覧いただいております。ランナー出ました。ここまでのハイライトです。まずは1回の表、得点圏にランナーを置いて、ここは内野ゴロに打ち取ります。ピンチをしのぎます。その裏、ランナーを2塁に置いて、しかしここは内野フライに打ち取られます。先制のチャンスを逃します。2回の攻撃、ノーアウト満塁のピンチ、8番渡来、3球目を捉えました。ホークス一振りで先制点を奪われます。5回の裏、得点圏にランナーを置いて、しかしここは内野ゴロ、チャンスをものにできません。みずほペイペイドームからお送りしていますゲームは6回の表に入ります。ベイスターズの攻撃、今日2安打と当たっている戸柱康隆です。今日は当たってるようなんで、まあ警戒、これはね絶対必要ですよ。そうですね。ホークス厳しい展開で6回を迎えています。これもアウトコース厳しいところですがボール先行です。これで追い込みました。インサイド、右中間へ打球伸びる、この打球はフライになっています。ライトが取りました。バッターボックスは8番の渡来、今日はホームランを放っています。いやー良かったと思いますよ。初球打ち、左中間に大きな打球、さあどうだ、左中間を深々と破るヒットになりました。二塁へ送球、バッターランナーは二塁到達、これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。バッターボックスは9番の森。まあホークスとしてはここをしっかり抑え切って流れを引き寄せたいですよね。はい、さあここはしっかり守りたい。引っ張った、これはどうだ、一二塁間を破る、バックホームする、これで3打数3安打の猛打賞。抜けたような感じになりました。大きく外れます。真ん中打ちました。大きな打球になった。ライトバック、バックバックする。スタンドには届きません。サードランナーホームイン。バッターランナーは二塁到達。さあベイスターズ、ここで2番のタイラー・オースティンをバッターボックスに迎えます。昨シーズンの得点圏での先制バッター、この当たりはどうか、この打球は落ちそうだ、ヒットになった。サードランナーホームイン、そしてセカンドランナーも三塁回って、今ホームイン、追加バッターは DH 佐野。いいコースへ投げ込んでいきます。低め、いいところに持ってきましたが外れます。アウトコースへいい球が来ました。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあ打ちました、取った、一塁送球、ツーアウトになりました。前の打席はレフトフライでした。バッターの牧、先ほどの外野フライは大きい当たりでしたよね。引っ張った、サード取った、一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回ベイスターズ、今日はストライク先行の投球です。球種の割合はご覧の通りです。6回の裏、追いかけるホークスの攻撃、先ほども打席はショートゴロ、2番の今宮です。ホークス点差が離された6回の攻撃です。これで連続の空振りになりました。ファウルです。しっかり捉えた、浅いフライ、この打球は落ちそうだ、ヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。
バッターランナーは二塁到達。今宮ヒットが出ました。ノーアウトランナー二塁です。バッターボックスは3番の栗原。このチャンスをものにして勢いをつければまだまだ分かりませんよね。さあどんどん点を返していきたいところ。打ちました。ライトが追いかける。ぐんぐん打球が伸びている。伸びて入りました。ホームラン。ツーランホームラン。白球高々と舞い上がり、みずほペイペイドームのスタンドに消えていきました。低めでしたがしっかり踏み込んで引っ張った打球、スタンドに放り込んでいます。アウトコースの厳しい球でしたが完璧に捉えましたね。そうですね。バッターボックスには4番の山川。先ほどの打席はショートゴロ、併殺打となってしまいました。ホークスホームランで得点を挙げています。赤星さん、素晴らしいホームランが飛び出しました。いや狙いすました、素晴らしいホームランだったと思いますね。そうですね。さあ引き続きここもつなげていきたい場面で、引っ張った、三遊間抜ける、これで3連打。ノーアウトランナー1塁です。先ほどの打席センターフライの5番近藤。前の打席あわやホームランっていう大きな当たりでしたね。バットは触れてると思うんでね、今度はスタンドに放り込みたいですね。期待しましょう。3球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。これで4連打。ノーアウトランナー2塁1塁。バッターボックスには代打の中村。工藤さん、この辺りで少しずつ点差を詰めておきたいところだと思いますが。もちろんそうですね。どんどん仕掛けていくべきですね。少しでも点差を縮めておきたいですからね。そうですね。さあまずはランナーを返すことに集中したいところ。中村の対左の相性をどう見ていますか。まあ、どちらかというと左を苦手にしているっていうところですね。まあ、逃げていくボールに対して打ちました。ショート取った、二塁へ、セカンドフォースアウト、一塁転送、アウト、ダブルプレー。7番バッター正木。前の打席でね、ほんと気持ちのいい当たりを飛ばしてましたからね。はい、いいスイングしてるんですよ。ここもやってくれるんじゃない。2球目打ちました。これはどうか、伸びる、サードランナーホームイン。ホークス8番バッター甲斐。ホークスこの回7人目のバッターになります。工藤さん、ここまで両チームともに10安打以上という試合になって、打ちました。森一塁送球します。一塁アウトで3アウトチェンジです。工藤さん、点差的には少し厳しい状況になってきましたがいかがですか。まあ確かにね、厳しい点差ではありますけど、点差を考えるんじゃなくてしっかりチャンスを作ることを考える、これが大事です。そうですよね。まずは1点ずつ。高めのボール、これはどうか、今宮アウト、ワンアウトです。先ほどの打席はライトフライ、6番の筒香です。前の打席ね、スタンドまであと1歩、打ちました。セカンドが取る、アウト、ツーアウト。小柱が打席に入っています。先ほどの打席はライトフライに倒れています。先ほどの真ん中打ちました。これはどうだ、セカンド取る、一塁アウト、スリーアウトです。この回ベイスターズ三者凡退です。8対3、 DeNA ベイスターズがリードしています。さあそしてここからはラッキーセブン、ホークスの攻撃に入ります。赤星さん、やはりこの投手相手ですとチャンスを作れませんね。まあここは引っ張った、ボテボテ、ファーストが前に出る、一塁そのまま入ってアウト。先ほどの打席セカンドゴロの1番周東、先頭バッターの牧原を抑えてワンアウトになっています。厳しいコースに手が出ませんでした。バットに当たりません、三振、ツーアウトになりました。先ほどはね、いいバッティングでしたよ。バットがね、触れてるようなんで、ここもやってくれそうですね。そうですね。ツーアウトランナーありません。引っ張った、ボテボテ、サードが前に来る、サード取った、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。反撃、8回まで来ました。ベイスターズの攻撃、バッターボックスは8番の渡来。先ほどの打席でセンター直球打ち、これはどうか、センターに抜けました。これで3安打猛打賞。ノーアウトランナー1塁です。バッターは9番ショートの森。今日はここまで猛打賞を切る、引っ張った、ファーストを取った、セカンド送球、2塁アウト、アウト、ダブルプレー。
先ほどライトへのツーベースヒットを放っている1番の梶原がバッターボックス。今日は3打数1安打1打点を挙げています。抑えきれませんでしたね。はい、ベイスターズダブルプレーでランナーなくなりました。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。ベイスターズこの回ランナー出ましたが、8回の裏ソフトバンクホークス打順よくこの回はクリーンナップから始まります。バッターは栗原、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。ホークス点差が離されて8回の攻撃を迎えます。赤星さん、チャンスを作るにはとにかく塁に出なければいけません。まあ当然そうなんですが、点差もありますから、どう効率よく点を取っていくかも考えたいですよね。はい、最初は変化球持ってきました。ストライクです。2球目打ちました。大きな打球になった。さあどうだ、伸びていく、真ん中左中間破っていきました。バッターランナーは2塁まで進みました。これで3安打猛打賞、ノーアウトランナー2塁です。4番バッター山川、いや大差はねついていますけど、諦めちゃダメですね。まだ勝負は分かりませんからね。さあ引っ張った、サードが前に来る、宮崎アウト、そのままタッチしてワンアウト、一塁送球アウト、ダブルプレー。バッターボックスには指名打者の近藤、さっきのヒットは鋭い当たりでしたよね。状態がねだいぶ良さそうなんで、ここも思い切っていってほしいですね。期待しましょう。ホークスランナーはなくなっています。バットを出してしまいました。インサイド落ちました。この当たりはどうか、このフライはヒットになりそうだ。最後はライトフライ、掴んで3アウトです。試合、さあ工藤さん、だいぶ厳しい展開となってはいるんですが、最終回になりましたね。確かに厳しい展開にはなりましたけどね、ここは集中して目の前の打者を打ち取る、これしかないです。はい、最後まで集中したピッチング期待しましょう。打った、高く上がった、これはどうか、フェンス直撃、1塁蹴って2塁に向かう。バッターランナーは2塁まで進みました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー2塁です。バッターは3番指名打者の佐野、最後まで気を抜かずいいプレーを見せないといけませんよ。はい、さあ初球打っていった、さあ面白い当たりになっている、ライトフライ抑えてアウト、ワンアウトランナー2塁と変わっています。さあチャンスを迎えていますベイスターズ、ここで打順は4番の牧秀悟を迎えます。昨年は130打数の46、左中間へ持っていった、大きいぞ、伸びていく伸びていく、入った、ホームラン、牧ダメ押しの一発、ツーランホームラン、ホークス痛い一発を浴びています。ピッチャー又吉、4番牧に捉えられました。きっちり捉えられた当たりはフェンスを越えてスタンドに入ってしまいました。相手がよ、バッターボックスは5番の宮崎、初球打ち、これはどうだ、センターへ抜ける、これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁です。バッターボックスには6番の筒香、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。バッター弾き返した打球はライトへ、ここは打ち上げています、ライトが取りました、ツーアウトです。バッターは戸柱、今日はここまで2安打です。ツーアウトになっています。引っ張った、打球はライトへ、ここはフライになっています。中村が掴んで3アウトです。しかしこのソフトバンクホークス最後の攻撃になります。先ほどは内野ゴロ撃墜でした。バッター中村、いいところを見せたい。ホークス点差が離されて最後の攻撃、
球変化球空振りです。見ましたがこれは入っています。追い込まれました。打ちました。下がっていく、下がっていく、ぐんぐん、ライトボール際、判定はファウル。先ほどレフトへのヒットを放っている7番の正木です。今日はここまで1打点を挙げています。ヒットでランナーを1塁に置いています。今度も見送りましたがこれはボールです。打ちました。ショートが前に来る。ショート取った。2塁送球アウト。ここは送球が間に合い2塁フォースアウト。先ほどの打席はショートゴロ。8番の甲斐です。ホークスダブルプレーでランナーなくなりました。最後のバッターになるのか、それとも次につなぐことができるのか。まあ月並みですけど、諦めたらそこで終わりですから、最後まで食らいついていってほしいですよね。はい、さあ意地を見せたい。インサイド落ちました。これはどうか。センターに抜ける。これでマルチヒット。2アウトランナー1塁。先ほどの打席ファーストゴロの9番牧原、ヒットで打ちました。森、これで3アウト。試合終了になりました。残念ながらソフトバンクホークス敗れてしまいました。赤星さん、やはり今日は相手がエースだったということで打線は相当手こずりましたね。そうですね、もちろんエース攻略の準備はしていたはずですけど、今日はその相手エースの調子が想定を上回ってましたよね。まあ次の対戦ではさらにバージョンアップしたエース攻略を期待したいですよね。はい、今日の経験を胸にぜひ次はリベンジしてほしいと思います。勝った DeNA ベイスターズ、大量点を取って大勝ということになりました。一方のホークスですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはホークス敗れてしまいました。今日の解説は工藤公康さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りでみずほペイペイドーム福岡から失礼します。